八代島は、山口県の島。一島で、大島郡須尾大島町を形成し、人口は17,030人。国土地理院が定める、正式名では八代島と称するが、須オ国の大島であったことから須尾大島、または単に、大島と呼ばれることも多く、周辺の島々と須尾大島諸島を構成する。古くから、瀬戸内海海上交通の要衝とされ、万葉州にも、 この島を読んだ歌がある。宮本恒一、星野哲郎、池永安式の出身地でもある。画面右手が、八代島。八代島は、本州沖約2キロメートルの瀬戸内海上にある。瀬戸内海では、淡路島、小戸島に次ぎ3番目に大きい島で、地図を見ると、金魚のような形をしていることから、金魚島と呼ばれている。本州との間の大島瀬戸は、潮流が早く、 古くは水運の難所とされていたが、現在は工業場として釣り人が多い。島内は海岸沿いまで山が迫り、平地は八代、小松地区や上松地区などわずかしかない。島内最高峰は加納山だが、最も山姿が美しいのはすせとされ、大島富士とも呼ばれている。晴れた日には島東部から四国の石槌山まで望むことができる。 瀬戸内海の豊富な魚介類や、みかんの産地として名高い。気候は温暖で、平均気温は摂氏15度を超える。縄文時代や弥生時代の遺跡により、当時からこの島に人間活動のあったことが分かっている。日本初期では伊ナミが生んだ大谷島の一つ、7番目に生まれた島とされ、古事記では大谷島に続けて生まれた六島の3番目とされる。 古代の主要交通路だった瀬戸内海の要所だったことの現れと考えられている。このほか国造本義に大島国造が見える。平城宮の長屋大屋敷跡から大島軍の物産であることを示す木管が多く出土しており、長屋王の不古が大島軍内に設定された可能性が指摘されている。また、紀内と九州の筑紫国を結ぶ回路において、 風光明媚な要所であることから、歌枕としても知られていた。また、現地物語、玉かずら巻には、大島を歌った和歌が登場する。鎌倉時代初期までに、八代ロ僧、アゲ島松荘の三小園が成立し、これらの児童職として、大江広元が任ぜられた。自称、樹影の乱に際しては、島松荘に、平ともが城塞を構築したとする記録が、 残されている。室町時代には、周辺海域に海賊が現れ、宇賀島州と三島州などの争いが繰り広げられた。五福島の戦い以後、大島は、村上市と深いつながりを持つようになり、村上武養氏の墓が、内入りの岩礁寺に置かれている。明治時代には、約7万人もの人口がおり、食料が不足していた。このため海外へ移民する島民も多く、 政府が圧戦したハワイ王国への観約移民のうち、ヤシロ島出身者が3913人を占めた。こうした縁で1963年、アメリカ合衆国ハワイ州河合島と、島縁組をしている。島内の主要交通路は、島の北側海岸線に沿って、東端のイアスダから本州への大島大橋までを、結ぶ国道437号である。 このほか主要地方道の山口県道4号、大島環状線と山口県道60号立花、東和線、一般県道の県道103号大島立花線、県道108号地下室白木港線、県道351号湯田港線、県道362号白木魚交差連線が、島内を通っている。本州の屋内市とは、大畑瀬戸をまたぐ大島大橋により結ばれている。 最寄りの鉄道駅は本州の山陽本線大畑駅である。大島大橋を渡り、大畑駅と島内各地を結ぶ、傍聴交通の路線バスが運行されている。大島には、区下港、上昇港、小松港、伊保田港、白木港、沖浦港の6カ所の地方港湾がある。相応大島松山フェリーが、大島東端の伊保田港と柳井港を呼び、 水戸浜港と結んでいる。このほか小松、区下、日野熊、伊保田の各港から周辺離島への町営都線が運行している。かつて、大島大橋が開通する1976年7月4日までは、本州の大畑駅近くにある大畑港と大島の小松港との間を、大島連絡船が所要13分で運行していた。さらに、柳井港駅近くにある、 柳内港から道東の開作港までの連絡船が運航していた。ほか、東立港から道東の区下港までの連絡船も存在していた。防予諸島に隣接する芸与諸島には大島があるため、工事園第7班の島並海道の節に大島を経由するとすべきところを、周防大,大島を経由すると5記があった。漁業、農業、観光業が産業の中心である。 温暖な気候からサザンセトの名称の下リゾート化が進められている。年間約93万人が訪れる。国空太鼓毎年6月頃にどこからともなく太鼓のような音が聞こえてくるという会議が伝わっている。これはかつて芸人一座を乗せた船がしけにあい、太鼓を鳴らして助けを呼びつつ海に没したことがあり、以来その季節になるとその太鼓の音が 海から成り出すのだと言われているサザンセトロングライド。ありがとうございます。